田裕二と久保桃佳のガンタラジオ。こんばんは、増田裕二です。久保桃佳です。この番組はさまざまな業界で活躍する人をゲストに迎え、スカウトをテーマにお話を伺います。夢を抱いて頑張る人たちが成功するためのヒントを探ります。今回取り上げるのはラジオとテレビ、ラジオそしてテレビ業界について詳しい方をゲストにお迎えしています。前回に引き続きゲストは ABC ラジオではおなじみの常若五郎さんです。さまざまな業界で活躍する人がどのようにして今いる場所にたどり着いたのかにスポットライトを当てるスカウトラジオ、これから30分どうぞお付き合いください。改めましてこんばんは、増田裕二です。久保桃佳です。僕たち2人がさまざまな業界で活躍している方にお話を伺うスカウトラジオ、今夜取り上げる業界はラジオとテレビです。それでは今夜のゲストを紹介しましょう。前回に引き続き常若五郎さんです。こんばんは、常若五郎です。よろしくお願いします。もういきなりですわ。いきなりこう感じますよ、これも。いやーすごい、もう気合い入れて上ジャケット脱いでね、フォッキモードで行っていきなり噛みました。すいません、本当に。いやーもう出だしから最高です。ありがとうございます。さあ、この番組を聞いてくださっている人たちの中にも将来はこうラジオやテレビの番組を作ってみたいっていう方も結構いると思うんですよ、はい、なので今夜は常若さんはこうどういう人が番組制作に向いていると思っているかっていうのを聞きたいんですよ、はい、なるほど。どんな方なんですかね。まあ、僕やっぱりね、まあ、好きこそものの上手なれという言葉があるように、やっぱりテレビ、はい、ラジオのことが好きな人がやっぱいいなと思うんですね、うん、で、まあ、このコロナももう2年以上こんな状況が続いてて、僕らやっぱりこうバラエティの人間っていうのはすごくこう辛い思いっていうか、はい、それこそね、増田さんとか久保さんも同じだと思うんですけど、こう撮影がなくなったりとか舞台がなくなったりとかしたわけじゃないですか、はい、でもやっぱり本当に必要ないんかって思われてるんちゃうかっていう不安がすごくあったんですけど、でもやっぱりどんなに辛い状況でも僕らやっぱ好きやから、人に楽しんでもらうことが好きやし、笑ってもらうことが好きやから、全然辛い状況でも頑張れたし、工夫してなんとかやることも考えられたんで、やっぱりいいことも悪いこともいっぱいある中で、そのことが好きっていうのが一番の最低条件かなとは思うんですね。まあ、そうですね、好きじゃなかったらいろんな番組見てどういうなんかやってるのかなとか分かんないですもんね。で、僕の経験から言っても 95% ぐらい辛いことで、はい、残りの 5% すごくええことがあるから、その 5% が 95% を凌駕するんですね、上回るんですね。すごくわかります。 5% の楽しさがほんまにこの仕事の醍醐味かなとは思いますけどね。わかります？わかります。どんな毎日グレーゾーン入ってますけど、うん、でもいいお仕事ができた時とか、ちょっと達成感とか映像を自分の見た時とかはちょっとはっってなります。あ、なるほど、はい、自分の出たドラマとかそういう配信してるやつとかはちゃんとチェックするタイプですか？しますね、今のところ。それも素晴らしい、しときましょう。そうです。ただチェックするとき怖いんですよね。怖い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 。もうこのスカウトラジオの最初の初回を聞くときも本当怖かったですよ、はいはい、もうどうなってんねやろ思って、こんな自分は声なんだとか、このなんか話すスピードが速いとか、間がなんか変だなとか、なんかいろんなことを思ったんで。いやいや、でも増田さんの声めっちゃいいですよ。なんか羨ましいですもん。本当ですか？そうですよね、はい、なんかダンディーな、うん、いや、僕自分の声がなんかもうなんかダメですよ。どうしたんですか？いや、でも自分の声ってそうですよね、うん、まあでも俳優さんやからね、ユダ作れるじゃないですか、はい、声色っていうか、はい、でこのモードでとか、例えば FM でやったらジェットストリーム的なことをできたりとかするわけじゃないですか、きっとね、はい、だからそうやって普段の喋りとこういう演技の喋りとこう幅広くなんかいろいろやっていただいたら楽しめるなと思いますけどね。あ、なるほど。今ってなんか YouTube とか TikTok で自分で動画を結構制作してる人たちが多いんですよね、はいはい、でそういうものとテレビやラジオの番組作りの違いって何でしょう？僕らやっぱテレビ、まあ、地上波のね、いわゆるテレビ番組ずっと作ってきたものにしたら最初すごい怖かったんですよ。うん、こう YouTube がこう流行ってきたりとか、で TikTok とかインスタとかもういわゆる動画系の SNS の存在っていうのは非常に怖かったんですけど、でもやっぱり
やっていくうちに、やっていくうちに、まあ、その僕らも逆にそれを利用して番組の PR をしたりとか自己発信したりとかもしているんですけども、やっぱ別もんやなというのはやっぱ思っていきますよね、うん、全くの、はい。でまあ、テレビっていうのはもうかかっているスタッフも全然違いますし、かかっている予算も違いますし、カメラ台数何台でやんねんとか、タレント何に使ってとか、構成作家がネタ考えてとか、いろんなもう大人がいっぱい集まってこう一つの作品作るっていう感じなんですけど、まあ、YouTube とかTikTok なんかも言うとほんまにこじんまりした自己発信の世界ですよね。 そうですね、その場でね思いついたこととか、 そうそう、そこにじゃあこんなお金かけるのかとか、こういう工夫があるのかっていうのはなかなかないじゃないですか、うん、それはだから全く比べるもんでもなく、同じフィールドであるもんでもなく、発信するということだけは一緒やけれども、全く違うメディアっていうふうに思ってますので、うん、最初めちゃめちゃ脅威やったんですけど、今はもう共存して、さらに地上波のいいところももちろんあるし、そういう SNS のいいところもお互いにこう、伸ばしていけるんちゃうかなとは思ってますけどね。この、ね、2年間でそのぐらい変わってきたんですね、うん、そうなんだ、はい、だいぶ変わりましたよね、イメージというか、うん、なんか SNS とテレビ業界でだいぶなんですかね、離れてたイメージがあったんですけど、うんうんうん、今もうちょっと近づいてきたりとか、私も出させていただいた番組とかではやっぱ TikTok 撮って、うん、番宣させていただいたりとか、うん、そういう風にうまく使って、うん、そうですね、お互いにやってるんだなっていう印象があります、ね、うん、まあ、テレビ局の事情から言ってもね、なんかこういわゆる地上波の番組1本作って、それをまあセールスして視聴率稼いでっていう時代ではもうなくて、一つの番組をじゃあテレビでは地上波で放送するけど、じゃあ YouTube ではこういう展開で、うん、SNS の方 Twitter ではこういう風なやり方してとか、一つの番組がもういわゆるコンテンツとなって、いろんなデバイスでこう発信していくっていうのがもう当たり前になっているんで、だからまあ最初はもう脅威のライバルって思ってたんが、今はもう共存チームって一緒にやるっていう感じになってますけどね。なるほど。なんかそう、動画を発信するチャンネルってこうすごいやっぱりそれで増えたじゃないですか、はい、でこうラジオって音や耳だけで聞くもので、なんかその、まあ、このコロナもあると思うんですけど、はい、ラジオを聞く人が今すごい増えてるんで、はい、まあ、これからなんかそのラジオの聞く人がどん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 多くなってくるんじゃないかなと思うんですけど、なんか僕の役者の知り合いでもやっぱりこうラジオをやってるっていうと、あ、俺も出たいんだとか、なんかやってみたいよ、どんな感じなのとか、すんごい関心を持ってる人が多くて、その辺どう思います？ラジオの可能性というか、テレビとかラジオの出演者の方って皆さんもラジオやりたいって思ってると思うんですよ。やっぱりそうなんですか？やっぱり自己表現にこんなに適しているメディアはなくて、はい、テレビってやっぱりこう取り繕わなあかんとか、ね、ちょっとしたことをこういじられてもうたりとか、マイナスの方向でね、自分出したらあかんメディアみたいなところもあって、ね、やっぱりビジュアル立つんで、やっぱチャーミングなとこを売りにしなあかんっていうところがあるんですけど、ラジオっていうのはもう自分のパーソナリティそのままでいけるっていうか、パーソナリティ勝負っていうところがあるんですよね。まあ、例えば今日はここが東京で今収録してますけども、僕が大阪から新幹線乗ってきましたと、新幹線でこんな面白いことがありましたっていう話をするときに、ラジオやと多分10分間ぐらいその話しても多分許される、面白かったらね。でもテレビでこの話しようもたら30秒にしないとあかんのですよ。そうでないともう次呼んでもらわれへん、あいつ何言うてんねんみたいな世界になって、段取りごとの塊の中でチャーミングさを出さなあかんテレビに比べて、自分が出せるラジオっていうのは本当に発信者にとっては非常に楽しいし、聞いてる方にしても好きな人がそうやって喋ってくれてるのはずっと付き合えるので、こんなにリスナーと発信者の距離が近いメディアはないと思うんですけどね。でも確かにそうですね、まあ、今回のスカウトラジオは、まあ、ビデオ回ってますけど、なんかそんなに繕ってる感はもうないですね。野中ちゃんでも最初からそんなないよね。え僕はどっちかというと繕っちゃってる。え、本当ですか？なんかさ、ちょっとさ意識してるからね、いつもね、こう左目で。あ、確かに。でも最初の方はちょっと髪の毛をこのプラバンでこうやって直されてたんですけど、今一度も直してます。もう諦めたの、そこ。諦めました。もうヘッドホンしてるともうぺっちゃんこ、髪型がね、はいはい、いつも写真撮るんですけど、もう諦めてるんで。そう、もう一度も見たことがございません。
なんか出演する側ではなんかテレビで面白い人とラジオで面白い人っていう違いってあります？やっぱりね、地形の強さが出るんですね、やっぱラジオの面白い人っていうのは、うんうん、もう喋りのもう全部自分で構成しますから、テレビっていうのはもううまく編集すると 前後入れ替えてくれはったりとか、することもあるんですね。滑らない話なんかにしてもバーッと長いこと喋ってるのをこう編集でこう入れ替えてくれはったりとか、2回喋ってるのを1回にしてしまったりとか、そんなこともできるんですよ、まあ、テクニックとしては。でラジオっていうのは自分で編集する、まずこう頭につかみ入れて、でこう展開して最後にこうオチ持ってくるみたいな、この話の流れが全部自分で作るっていうところが、ラジオのトークの本質的なところがあるんで、だからやっぱその話術っていうか、人に話を聞いてもらう術っていうのをある程度力持ってない人でないと長いこと番組続けられるのちゃうかなと思うんですよね。確かに、でもそれは思います。なんか僕もいろんなラジオ番組聞くんですけど、やっぱりなんか話が面白い方がパーソナリティやってると、うん、もう時間が結構あっという間に経っちゃうんですよね、うんうん、だからそれはなんか逆に自分がやってて怖くなる時もありますよ、うん、なんかあこれでこのままでいいのかなとか。だからラジオ聞く、まあ、いろんな人のを聞くようになりましたね。そうですよね。もう僕ラジオだったらほんまパーソナリティ勝負なんで、ほんまにこうはしゃぎ張ったらええと思っているんで、はい、増田さんにしても久保さんにしても、もうはしゃいではしゃいで楽しんでこの30分をトークで楽しんでもらったらええかなと思いますけどね。そうか、はしゃいじゃった方がいいんですね。いいですいいですいいです、本当に。そうなんですね。じゃあ隙を作る感じがね、なんか、はい、じゃあとかって言っちゃって、無茶振りがすごい。いや違う違う、曲行こうかなと思って。あ曲ね、あ曲ね、そのじゃあだからこう行くのかと思いました。じゃあ今夜も若五郎さんに選んでいただいた曲をお聴きいただきたいんですけれども、はい、曲紹介お願いいたします、はい。今日選びましたのはですね、Begin with アホナスターズで、笑顔のまんまです。張り切ってどうぞ。と若さん、はい、Begin with アホナスターズで笑顔のまんま、はい、これは明石家さんまさんが、はい、27時間テレビの総合司会やった時に、始まった時にビギンにこの俺の歌エンディングまでに作ってくれやみたいなことで無茶振りして、はい、で、ビギンの方がそのいろんなさんまさんをイメージする言葉とか、さんまさんがよく言う言葉をこう掛け合わせて、で、エンディングで披露したっていう歌なんですね。あ、そうだったんですね。はい、この歌詞はみんなさんまさんをイメージした歌詞で構成されてるんですよ。へえ。で、まあ、あの時はあの時さとか、惚れて振られてみたいな、また繰り返すみたいな、みんな笑顔に変えるとか、みんなやっぱさんまさんイメージの、歌詞なんですね。へえ。じゃあ数時間か、十数時間ぐらい、22、23時間後ぐらいですね。へえ、はい、それでこの名曲が誕生しちゃったんですよ。すごいな、はい。でまあさんまさんとはね、今コロナもあってなかなかこの2年ぐらいはできてないんですけど、はい、よく芸人さんわーっと集まって、はい、飲み会をしてたんですね、夜な夜な、はい、でもう50平均年齢50以上の芸人さんらが集まってキャッキャッキャッ遊んでるんですけど、遊んでたんですけど、でその会の最後はいつもこの歌を、まあ、僕をパッと無理やりもう終わろうかいう時に無理やり入れるんですけど、はい、あとお母さんが入れるんですね。でさんまさんが歌ってくれるんですよ。ほんなもうね、芸人さんはもうみんなそれ聞いてもう涙するんですね、みんなで泣いてて、はい、で女の人はポカーンとしてるんですよ。この人ら何泣いてんねやろみたいな、芸人はみんなもう涙するっていう。でこれたけしさんの浅草キッドとさんまさんの笑顔のまんまは、はい、もうどの芸人さんも聞いたら涙する歌なんですよね。お送りした曲は Begin with アホナスターズで笑顔のまんまでした。増田裕二と久保野乃香のスカウトラジオ AM1008 FM933 ABC ラジオでお送りしています。さあここからは将来テレビやラジオで番組を作ってみたいと思っている人たちへのアドバイスを伺っていきたいと思うんですけれども、番組制作に関わる方法でまあいろいろあると思うんですけど、この放送局に入ったりとか番組制作会社とか、なんか
なんかその他にこう番組に携わる道とかってなんかあるんですか、はい、僕思いますにもう今はもう時代がね、はい、そういう組織に入らないと番組が作られへんっていう時代ではなくて、はい、それこそねYouTube なんかは一人でできることだし、いわゆる発信することっていうのはいろんなメディア使っていろんな方法を使って発信できるので、テレビ番組を作りたいっていうことであったらテレビ番組作ってるところに仕事を求めるというか就職する狙うっていうのは一つの方法やと思うんですけど、やっぱり広くエンタメ業界ということで言うといろんな選択肢持ったらいいと思うんですね。もちろん吉本興業お笑いのイメージありますけど、ちゃんと制作部門もありますし、それはホリプロであったり、いろんなオスカーであったり、いろんな芸能プロダクションで有名なところもみんな制作部門でどんどん持っているので、だからどこ行っても言うたら出演者がいてるようなところに行ったらものづくりができるっていうこと可能性があるってことなんですよね。それはまあテレビラジオに関わらずそういう自己発信の YouTube チャンネルなんかもできるわけですから、はい、なので広くエンタメをやりたいという気持ちがあったらチャンスはいっぱいあって、でこれからの時代さらにデバイスこう発信する元っていうのはいっぱい増えてくると思うんで、もちろんねテレビ番組映画作るとかテレビ作るっていうところを狙うというのはいいと思うんですけど、はい、まあ、そんな簡単な方法でじゃないこともあるので、その気持ちを忘れずにこうトライしてほしいなと思いますけどね。そっか、なんか大きく分けるとなんか昔で言うと放送局と番組制作会社って感じでしたけど、はい、そうでもないですもんね。そうですね、今はほんまどこでもできますし、ね、はい、なんか将来、まあ、そういった番組のディレクターとかプロデューサーにこうなりたいと思っている人たちが、まあ、学生時代とか、はい、若い時に何かこういうことをすればいいっていうのはあります、はい、もうひるまずになんか自分が好きやな興味あることをっていうのには前へ進んでほしいなと思うんですね、はい、で僕はやっぱり芸人さんとかお笑いの芸人さんとかのお付き合いいっぱいある中で若い芸人さんによく言うのは、5年間とりあえず芸人さん続けられたら絶対売れるって言ってるんですよ、はい、だから言うたら、まあ、好きなことを5年間続けてる何らかの方法で食っていけて5年間その好きな道に邁進できたらなんか自分の得意なことがやっぱり見つかるから、でいつか時代が追いついてくることもあって今まではそんなことをそんなジャンル誰も求めてなかったのにこれは面白いやんこの芸人面白いやんこんなことが詳しいで面白いやんってなることがあるんですよね、はい、だからよくそういう言い方して、まあ、最近はもう藤田さん僕5年以上やってますけど売れてませんけどってよう言われることもあるんですけどみんなにはアメトークに出れるようにしなさいと、はい、アメトークで何々芸人っていう括りで人集めるでしょ、はい、だからもう相撲芸人でもいいんですよ、でサッカー芸人でもいいしなんかこうペットボトル芸人でもいいと思うんですよ、とにかくなんか一つのことにすごい詳しいことがなんかもうめちゃめちゃ語れるみたいなことがテーマを持ってたらいつか生きるから自分が好きなことをちゃんとひるまずに勉強したりそこに触れる努力はしといた方がええよっていうのは芸人さんに言うてるので、僕これと同じことをそういう仕事を求めるそういうチャンスを求めている学生さんとかにも同じようなことを言いたいなと思いますね、うん、なるほど、確かに一個マニアックなものがあったら、はい、それはある意味だからオタクがいいんですよね、うん、そうです、うんうん、得意分野を一つ持ってるって、うん、僕なんか結果振り返ってみたら何が自分の得意分野でもまだこの年にしてもまだわけ分かりませんもん。いやでも僕も得意分野何って言われたら即答できないですね。でしょ、でそんな感じがほとんどやと思うんですよ、うん、でもやっぱり俳優さんでこう仕事もしてはるしSNS でも活躍できてるわけじゃないですか。まあね、ののかちゃんは粘土になりたいのを実現するかどうか分かりませんけれどもやっぱりなんかこう自分でこれやりたいっていうものを持ってるのを忘れずにおったらええなと思うんですけどね。徳若さん、はい、本当にラジオ聞いてくださってますね。でしょ、本当にですよ、このラジオ本当に。いや僕前々回ぐらいにそのまた粘土の話をしたら、はい、また言うんですかみたいな感じだったんですよ今度は徳若さんが言ってくれました、はい、これはね言い続けた方がいいと思いますよ。粘土になりたい、粘土な、粘土芸人で呼ばれるかもしれないから、ののかちゃん、まあ、私だけですよ絶対。だからそれでヒロドさんはセロテープになりたいだったんで、ね、2人がなんかね、はい、聞いてますよねいやいやいや、すごい、イケレあたりでね、なんかこう工作の番組2人でやるかもしれませんよ、これもうなんかほんま何ワクワクさんみたいな。そう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 、だから何がね好転するか分からへんので、もうほんまもう金槌で釘打つのがめっちゃうまかったらそれをもう突き詰めた方がええと思うんだよね。なんか
特にこうやってこう発信できる立場にいている人はそんなことやるべきやと思うし、学生さんにしたらきっとね、自分が これやったらなんぼでもできるわ、もうそれゲームでも何でもいいと思うんですよ。これやったらもう 一晩中徹夜でできるわっていうことを突き詰めた方がいいんちゃうかなと思いますね。確かになんか番組制作をするにあたってこうスポーツ選手だったら、はい、こうスポーツ選手とか俳優こういう人たちの真似をしてやろうって言ってみんな子供の頃やるじゃないですか、なんかそれと同じように番組を作るにあたってこういう番組を真似してみようとかっていうのってあるんですか？はい、僕はやっぱり人からやっぱ入ったんで、はい、この人と仕事したいっていうスタンスでしたね。やっぱりちっちゃい時にテレビで活躍してたさんまさんと番組やりたい、はい、でプロ野球やったら野球中継やったら4番バッター張ってるこの掛布さんといつかなんかいろんな話聞いてみたいとか、こう自分の人に対する憧れっていうところから入って番組作りものづくりっていうのをやってきたタイプなんで、出演者関係なく企画番組の企画をずっと練っていくタイプもいるんですけど、僕はもうこの人と仕事したい、この人が司会者やったらどんな展開なんねやろう、この人とこういう企画やったらどういう展開なんねやろうというイメージ のアプローチやったんで、そういうやり方を僕はしてましたけどね。それもでも面白いですね。どういう番組にしようじゃなくてこの人とだったらっていう、はい、この人やったら何が生まれんねやろうみたいな。確かにそれはそれですごい膨らみそうですね、うん、アイディアというか。ちなみに床若さんが若かった時に番組作りにおいてなんか参考にした番組とかってあります？参考というかね、僕はやっぱり師匠が一番最初にテレビ番組にお手伝い行ったのが夜はくねくねっていう番組で、大阪の毎日放送で深夜にやってた番組なんですけども、はい、アナウンサーの住純一っていうアナウンサーさんとでうちの師匠原田昇が2人でとにかくあてもなく今日は河原町スタートですとか今日は心斎橋スタートです言いながら夜カメラと一緒に来る、まあ、くねくねする夜街をいろいろ歩く、でそこで出会った人といろんな話聞いてみたりとか、その人と一緒にどっか違う場所行ったりなんか美味しいもの食べに行ったりとか、まあ言うたら今よくある関西の番組でもよくあるんですけど、素人さん の突発的なことでなんかこうハプニングを生かして番組に生かしていくみたいな番組やのほんま元祖みたいな番組やったんです。あれがまあ原体系っていうか、朝日放送もね、朝日放送テレビもすごい視聴者参加番組がいっぱいあるのも僕にとってはやりやすかったっていうか馴染みやすい番組が多かったんで、その原体系がそれやったんで非常に馴染み入りやすかったんですけどね、仕事に。将来番組制作者になりたいと思っている人たちへ一言アドバイスをお願いします。はい、エンタメっていうのはね、絶対これからも人の世の中に絶対必要なもので役立つものですから、そういうのに興味ある学生さんとかね、これから目指している人たち、本当に素敵な世界が待ってますんで、ぜひ我々の世界に来てもらって一緒に面白いものを作っていきたいと思います。待ってます。素敵、帰りたい。足来て、もうね、そっちに踏み込んじゃいな。ちょっと気になりました。バラエティの道へ。さまざまな業界で活躍する人にお話を伺うスカウトラジオ、2週にわたって床若五郎さんをゲストに迎えてラジオやテレビの番組制作についてお話を伺いました。はい、これからもぜひこの番組をよろしくお願いします。もちろんですよ。ほんでまたまた呼んでくださいね。もうぜひ、まあ片鱗しかまだ僕出してないつもりですので。よくほら年末とかにもう一回会いたいあの人みたいなやることあるじゃないですか。その時はもうぜひ思い出していただいて、ごっぺんあの人呼んでみようかみたいな感じで、ぜひもうちょっとでいいですからまた呼んでください。まだ片鱗だったんですね。ちなみに番組の番宣の方もご協力もちろんもちろんお願いします。今日は楽しいお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。増田裕二と久保野乃香のスカウトラジオ。さあ今ちょっとね面白い話をしてたからね。ふふって笑っちゃってたけど。笑っちゃいましたね。もうね見てください。これデトンネン、もうデトンネン、カメラで全部見えてます。辛い系やったー。これさ蓋必要？いや必要ない。無理やり入れましたよね。なんとなくやっぱりさ、こう入れ物に入ってる風にしてるような感じだけど全部見えてるからね。これね全然入っとらん。じゃあ撮っちゃいますね。はい、お願いします。じゃんじゃん。しかも見てください、こちらだけではなくてマーピー、あこんなに4種類もあんだ。まあ
マーラーボール、ちょっと待って、これ見たことない。何それ、眠気すっきり。え、これ何これ。あ、え、何それ、パウチって何、何ですか。ブラックブラックレッドパウチ、ブラックブラックガム。あ、ガム、じゃあ食べないでください。え、私が全部しなきゃいけなくなっちゃうから。いやいや、これ眠気を覚ますやつだから寝るやつじゃないよ。あ、あ、違うかこれ食べたら寝ちゃうってさ間違えちゃったあの真逆よそれでは消毒してください。はい、はい、ありがとうございました。あ、じゃあそれではまず、これとこれを食べましょうよ。あ、いいね、気になります。じゃあ僕はちょっとティッシュでいいか、こちらハバネロ。あ、じゃあこれをどうぞ。私先に、じゃあこれでも、これはよく見るし、なんか私こちらにはないんですけど、カラムーチョみたいな。あ、でもカラムーチョより辛いんじゃないの。細いやつ、あ、を食べるんですけどうん、入った。これマーピー、すごいよこれ。マーピー食べますね。これ開いてます。はい、こちらですね。はい、よろしくお願いいたしました。すごいね、暴君、暴君ハバネロ。すごい匂い、炎の壺。これ結構食べたことでもある人、私いるんでしょうね。私父が辛いもの大好きで。あ、そうなんだ。もう何にでも本当七味胡椒アホみたいに入れて母に怒られてるんですけど、それを見て育ったので。じゃあいけます。そっか、じゃあ大丈夫、強いんだね。先にじゃあこちらからなんて読む、ハバネロ、ハバネロ、炎の壺、いただきます、はい、失礼します。いい音。あ、辛い、うん、すぐ来る。こういうの大好きなんでしょ。うん、いや結構辛くないこれ。あ、美味しい。美味しいけど、あ、これは辛いです。え、松田さんは苦手でしたっけ。好きなんだけど、あの苦手。ん、うん誰か、あの韓国料理とか好き。はい、辛い。うん、サムギョプサルじゃないわ、ツンドゥブとか。そう、ツンドゥブ大好き。美味しいですよね。美味しい。でもでもちょっと違う辛さかも。あ、お腹にくる。あ、食べ続けたら結構辛い。これこれ相当辛いよ。うん、でも塩辛さがあるから美味しい。うん、美味しい。ちょっと失礼しますお水を。なんかさ、辛いのにお水飲むとさ余計に辛くなるって、あれ言うっけ。言います。あ、それではこの何でした、マーピー、マーピーKP のギャルじゃないですか。え、何のギャル。 KP ってなんか言うじゃないですか。これマーピーで。うわ、すぐ来る。あ、これあれだ、唐辛子プラス花山椒みたいなやつだ。そうですね山椒、山椒だね、これすごいやばいですねこれ。どっちかというと火鍋系、しびれる、しびれって書いてある。でもあと2個残ってない。まあでもね、美味しいっちゃ美味しいよね。唐辛子食べてみて、中に唐辛子とかご飯に。あ、これ唐辛子が入ってるんだ。え、入ってない。いやでもこれで、でもピーナッツ美味しいです。あー、出てきた唐辛子。でもこれは、うん、辛いんだよね、唐辛子と一緒に食べて。え、これですか。あ、サクサクして美味しい。え、うん、サクサクして美味しい。うん、増田さん辛いの好きなんじゃないですか。いや、意外と辛くない。あ、辛くない、この唐辛子の部分が。あ、辛い。え、本当だ、ピーナッツが辛すぎてでピーナッツの方が辛いよね。え、うん、すごいんです。なんか担々麺好きな人めっちゃ好きだと思いますから。うん、うん、じゃあ美味しいけど辛すぎるかも。もうちょっと野中ちゃん、はい、ちょっと今ね面白いもの見つけたんで、ちょっとまたゲームやろうかなと思って。あ、今ね、絶滅危惧動作図鑑っていうのが G
じわじわと、うん、じわじわとちょっと来てるみたいなんですけどね。この絶滅危惧動作図鑑っていうのはなんかこうもうあの動きもう今しないよねみたいな、死後じゃないけどなんかそういったもうこの動きはねちょっとね今しないよみたいなのを僕がやるんで、はい、ののかちゃんに当ててもらおうかなと思って、はい、ちょっとねいいかなこれ。早速クイズ食べてるけどいい、何の動きしてるか当てて、はい、もう今は分かんなかったら4つぐらいヒントください。いいよ、分かりやすく。じゃあ行くね。さあ増田裕二さんヘッドホン外しました。なんかポケットに手を突っ込んでなんか母言ってますね。んって言ってますね。あれ何を見てるんだ。あれなんか左手であれ立っちゃった。左手で何かを持って、あ、はい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 、なんて言ったらいいですか。あのこの方位が全部わかるやつみたいな。方位が全部わかるやつ。なんか僕、はい、そうです。方位地震のこと。はい、方位地震で私今どこにいるって。ブブー、え、絶対そうですよ。いやいや、え、ちょっともう一回軽くしてください。はい、あ、じゃああれかな、さらにわかりやすく。あ、なんか開けて何か打って、あら違う、は、あ、はい、携帯の電波がない人。正解。やったー、今のでうまくできてたのかな。はい、正解正解。次は何ですか。もう一個やる。もう一個いいですかね。あ、これでいいかな。最近見なくなったからな。よーい、アクション。なんかシートベルト。よっしゃー、ののかちゃん行こうか。シートベルト。あ、なんか暑いな。なんか回してますね。はい、車の窓開けてる。すぐわかる。まだ絶滅危惧じゃないねこれね。そう、でもヒント出しすぎたのかな。出しすぎ。出しすぎ。はい、でもあれですよ、あのこういう回す式の車は私まだ見てないし乗ったことないです。そうだよね。ありますか今。あるあるある。乗ったことあります。あるあるよ、家にあったよ。え、だってだって40歳だよ。あ、それでは増田さんの俳優バトルありがとうございました。ちょっと次回はもうちょっとやちゃんと。じゃあ次私がします、うん、まあ動作知らないんですけどね。なんかね今ねちょっとなんかどう見えてるか分かんなかったからさ自分がさ。それではそれではここで一曲お送りします。アスミでコールミお送りしてきました。増田裕二と久保ののかのスカウトラジオ、いかがでしたでしょうか。いや今回もとっても楽しかったですね。えずっとおしゃべりしてくださって、いや本当なんですかね、もう聞かなくても全部おしゃべりしてくださるので、うん、なんか全部頭に入ってきました、聞かなくても。なんかね今のそのテレビとあとまあ YouTube とかそういったの動画とかあとラジオについてとかもね、いろいろ詳しく分かりやすく話してくれるんで、うん、そうですよね。なんかテレビ業界の方が聞いても SNS の業界の方が聞いても、あ、ね、共存するべきかなっていうのがなんかちょっとほっこりしました、うん、私ね。なんかやっぱり共存っていいなと。いいですね、うん、共存しましょう、ね、そうだよね、共存だよ、共存、共存しましょうね。ね、そしてぜひね12月にまたね、はい、なんか年末スペシャルで床若さんに来てもらいたいなって思っちゃうので、はい、10月頑張って乗り切りましょう。はい、私頑張ります。僕も頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様、番組では皆さんからのご意見や感想、質問、また私たちにやってほしい新コーナー企画をお待ちしています。メールアドレスはscout@abc1008.com、 scout
@abc1008.com です。公式ツイッターは@scout_abcradio、ハッシュタグはカタカナでスカウトです。また今日のトークの様子は YouTube の ABC ラジオ公式チャンネル、そして LINE ライブ公式アカウントで動画配信しています。こちらもぜひチェックしてください。ここまでのお相手は増田裕二と久保野中でした。それではまた来週。